ぽんたんさんレフバンさん太郎シンフニさんスグルくんカツポンゆきまくらさん,ん,あうんこんばんはちょっと待って <coughs> 今どううわーもうドキドキするよ星持ってきたありがとうみんなお星さ様、ま、お星さま <laughs> ありがとうございます ありがとうございます。おお、すごい。いや、ドキドキする。<laughs> まだまだ最終日じゃないのに全然。明日の配信時間配分を全然ちょっと組んでないので。ちょっと配信中にあれしなきゃ。しおんくんもこんばんは。たくあん大好きさんもこんばんは。つちさんもこんばんは。こんばんは。つな <coughs> さんもこんばんはです。 あやちゃん充電あと4%あらーそうなの危ないうんいけるかなないんよね <laughs> いやこれがすぐ1位戻るよありがとうありがとうございます <laughs> 行ったり来たりだね向こうにない うね、今日はリオンたくさん見れて嬉しいほんとだねなんかもうずっとしてるよねアイスおいしかったおいしかったですよもちろんな,なんなんだっけくチョコカツポーンタワーありがとうびっくりしたタワーカツポーンありがとう嬉しい <laughs> びっくりしてちょっとわ,わけわかんなくなっちゃいましたありがとうほんとにカツポーン何かねお礼の品をなんかしたいけどないな何も <laughs> ありがとうあにぎりん今3台で星送ってるありがとう大変でしょほんとにそれお星さまもみんなたくさんありがとうございます 哲さん、横宏さん、高きさん、ガルベさん、ばんちゃん、あやちゃん、太郎さん、タ、え、カ、ー、さん、ブラックさん、ゆうのじさん、えー、ひなさん、なごやなはるさん、みいさん、ねちゃん、えー、あおいばらさん、ぎんたくん、ののさん、カウントありがとうございます。まる,まるでいれいさん、つなさん、てっとさん、かつぽん、よこひろさんもカウントありがとう。 お星様もたくさんありがとうございます。みーノのん、ハートと、だるま、ありがとう。竹山3.5おじさんもまた来てくれてありがとうございます。なおくんもありがとう。ボールさん、豚ありがとうございます。りーちゃんも来てくれてありがとう。久しぶりあれ、さっき,きあ来た、来かったか来たなかったかな気のせいかなありがとう。かいさんもまた来てくれてありがとうございます。はるるんも来てくれてありがとう。 ありがとう。わあ、みーのハートたくさん、ハートありがとうございます。ちょっとね、私さ、あの、お腹すいて、すごい食べちゃった。もう、ああ、やだ、私今多分太ってるんですけど、でもね、個別握手会とかの前ってさ、痩せてないといけないのに、もう多分土日に会う私はそんなに可愛くないかもしれない。 でさえあれなのにごめんねもう今から痩せるわ <laughs> 今から短期間でどうやったら痩せるかな明日でも私結構一日ご飯抜いたりとかたった一日ですぐ落ちたりするからあれなんだけどねあクロリナも来てくれてありがとう春菜ちゃんもはじめまして来てくれてありがとうございますタカさん竹山さん天狗志さん てつさん、はるちえっ、ー、と、ギフトたくさんありがとうございます。頑張ってるんだから食べて体力つけよう。いやーダメだよこの、こうやって、だって喋ってるだけだよ、私。だから、ダメだ、食べたら。食べるなけよ、清原。うん。今のままのりおちゃんに会いたい。ええー、今太ってる、絶対。 でもこれほ他のメンバーもみんなそうなんですけど他のグループわかんないけどいつもあのー、衣装を着る時に痩せてるか太ってるか確認するんです <laughs> だから <coughs> この前サンリオンの時に衣装着たら普通だったからあのウエストの部分があ太ってないわって <laughs> 確認してた。だからホックが、こう 3段階あって一番きついとこで止めてるんですけどでそのサンリオで履いた時も一番きついとこで止めれたからあ太ってないわって思ったんですけど私結局ウエストにお肉つかない人だからそんなにそこで検査してもあれなんですよね顔につくのでだからまああれなんだけどでもそこでみんな確認してる <laughs> そう今んところはなんか太って履けなかったとかはまだないんです。 みーの一周とカウントありがとう竹山3.5おしさんもだるまたくさんありがとうございますりーはだ毎日大天使ありがとうブラックさんそんな言うてくれてそう顔につく方だからウエストに基本つかないからなんかそんなになんかそういう見方したところであんま分かんないんですけどうんそうなんですあっ1位になったよありがとうみんな1位だ1位だ1位だ,1位だ 一だ一だーありがとうございます <laughs> ありがとう衣装きれいになったらどうするのいやきれいになるはないさすがにあ隼人くんありがとう来てくれていや太ってあ痩せてないよ私だから結構でも悩むんですけどなんかお腹空すいちゃってダメねハンバーグ食べちゃったしさっきアイスクリーム食べちゃったしさ でもそれでもまあお腹すくんだもんなだからなんかでも私はなんかうーんマッサージとかで痩せる人だから食べる量とかよりもだからすごいマッサージゴリゴリやってたんですけどマッサージというかこの小顔ローラーでこうやってガーってしてましたえへへへあーってやってる <laughs> なんかお姉ちゃんがえ <laughs> へか私は夜とか あのなんかどっか出かける時とかの車の中バスの中とか <laughs>、えっととかとかにこうやってお姉ちゃんお姉ちゃんが,ゃんがなんか出かける前に <laughs> ってしてンって行く時があって絶対意味なないいやろってて思いながら見てる私はなんかちゃんとなんか小顔ローラーをする時間みたいにちゃんと決めて。 で10分間か5分間ぐらい左右対称にこう数えてやるんですけどなんかでもなんかお姉ちゃんはなんか出かける前にちょっとスイ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 ってやって待っていくから <laughs> それ絶対意味ないやろって思いながら見てる <laughs> マッサージのマッサージあ、私どっちって言ったっけそうおかしいよねイントネーション言われるんよそうなの、ね、あっマチさん誰もたくさんありがとうございます あかねちゃんさって会えるのやばい緊張する緊張するわ津田さんも花束ありがとうこのねマッサージめっちゃ小顔のマッサージめっちゃいいですねあとね今手元にちょっとねカバンなんかばんの中ぐちゃぐちゃすぎて見つけられないけどカッサもあってカッサはね千何円かするやつを買いましたねまあ別にカッサってねあんまりね値段ね高い高いのがいいとかです 傘あの私が持ってるやつあのすごい音するやつをあの落とした時にカーンみたいなやつそうそうそうこんなんかないかなない <laughs> 今カッサカッサみんな持ってないですかなんか前まで100均のカッサ使ってたんですけど別にそれでもあのんはなかったんやけど別になんかそれで嫌とかなかったけどなくしてまあどうせならいいの買おうかと思ってあ これせなんかこれは結構なんか「ごめんねみんなありがとうい,いっぱいギフトとかあのたくさんありがとうございますごめんねこんなベラベラ喋っててあの何て言うそうなんか東京でそのメイクとかしていただく時に結構みんなあメイクさんがマッサージをすごいしてくださるんですよですごい全然違うんですよねそのマッサージしていただだくとでかからなんか メイク前のマッサージって大事なんだなと思って最近時間ある時はメイクする前に乳液たっぷり顔につけてで滑りがいい状態でこうやってなんかあんまり手順とか私知らなくて効きそうなやつを適当になんかここからこうやって肉を流してでここからここにこれめっちゃ気持ちいいんですよここやるのがなんかよくわかんないからこんな感じでしてます <laughs> だかかららよく分からんけど マッサージ。<laughs> おじゃぷめいさん、誰もいっぱい、ありがとう。<laughs> マッサージのイントネーションおかしいんや。マッサージ?えマ。マッサージっていいよね、私。マッサージ。だよね、本当は。マッ。あれ、どっちやったっけ?。私さっき、なんて言ったマッサージって言った。マッサージって言うんか、私。んじゃんあ、マッサージ。<laughs> マッサージあれおかしいんあれ,んあれ逆マッサージあ、ちょっと待ってマッサージ、うん、が普通、うん、マッサージ私あーマッサージマッサージよね私マッサージっていいよよね,ねマッサージっていいよよね <laughs> だるまお釣りじゃあかんだだるまお釣りじゃありがとうございますまちさんマッサージよねああわからん <laughs> <かる> <laughs> マ,マッサージおかしいマッサージおかしいマッサージが普通 <laughs> マッサージっていうね私 あれこれなんでなんやろこれ多分いよべんとかの問題じゃないと思う。マ,スマッサージ。<laughs> ありがとう。マッサージしてますね。そう。今1位ですみんなのおかげで。ありがとうございます。本当に。<laughs> ありがとう <laughs>、まあ。まあ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 。は韓国語が。ありがとうございます。おかきさん。 ありがとうございます。韓国語には反応しちゃいますね。そりゃそりゃあって間ちさ。<laughs> ありがとう。ミータの配信から来た。ありがとう。来てくれて嬉しい。笑かせるように頑張る。頑張るね。そう、これが D4 グッズだよ。そうこれでもゴリ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 し私、本当に顔に肉がつきやすいから、なんかいつもあのー、みんながツイッター載せてくれてる私のスクショを見て判断してます。で なんか結構前のとか遡って、あ、この時が痩せてるとか、この時ブックブックやんとか、すごい見ながらやってる。そう。ねだるまがすありがとう、マチさん。いやー、竹山3.5五しさんもありがとうございます。みやちゃんもハートありがとう。つちさん五十感って感じありがとうございます。おじゃぱめんさんもだるま、じゃ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 ありがとうございます。 ありがとうリオ足痩せた嘘だ太った絶対私足とあの足と顔につくものだから足顔はショールームのスクショで判断してで足はあのね自分のね学校の掃除場所がでガラス越しに全身見れるとこがあるんやけどてか掃除ん時にそこで確認するでま いつもまあ太っとると思っとってもいつもまあ大丈夫見えるんですけどなんか自分の目が甘いんかな分からんけど足汗どうしてる足はねなんかやる気がある時とかはカスそれこそカッサー使ってファンの方がくださったマッサージクリームみたいなあのねいい匂いのピンクのクリームがあるんですけどそれをあのお風呂上がりに足に塗って全体にでこれでマッサージしてます。 でもやる気ない時は本当に私足は何もしてないんですよだからなんかみんなに「私いつもこういうのしてます」みたいな言いたいけど、うん、ほんと努力してないからダメだねでもなんかそうだねやるときはめっちゃそういうのしよったんやけど、うん、ちゃんと毎日するようにしますはいなんかあのねしっとる人おるかもしれんけどなんだっけ モテコビューティーっていうアプリがあるんよ。モテコビューティーって。私が使うアプリはね、<coughs> モテコビューティーとディップスっていうアプリなんですけどで、モテコビューティーってやつのやつはね、すごいいいの。あ、これ女の子にめっちゃいいですね。なんかマッサージ方法とか、あと話題のなんか検証とか、ダイエット方法検証とか、なんかね、まあ、とにかくめっちゃ便利な。 アプリなんでしょうこれでひ、あのー、暇つぶし全部できるわーってぐらいでそれに買い取るやつでマッサージシオルケまあなんかまあなえっとねそう足はちゃんとそれに書いてるマッサージ法でやったら痩せましたねそうだからやれよって感じなんだけど <laughs> やってない今 <laughs> えっとね足のあーね説明がね難しいなでもそう足のマッサージ法は私あるんですよ自分の中で今度な何かしらで教えるね すごい町さんまるまたくさんおじゃ場面さ顔のほではかっさやったら。 まあ大体よそんなに私なおこれは適当に効きそうやなぐらいの感じでくれるけど普通にこのこのくぼみに沿ってここをこうやってでこの肉がこう持ち上がっていってるじゃないですかこのこれでぐーっと何回か上げてでここでなんかちょっとグイグぐイって本当適当なのよね私こうしてでここでグググって止まって。 で、よいしょーって何回かここを下げていきますなんかまあこっちにお肉を流すみたいな感じでやってるニキビ人殺しんジンシン何 <laughs> なになになに <laughs> 何何何見せてああ私がよくできるやつやそれニキビじゃないやつやろ私もよくできる私一日で治るでそれ 強いけんな <laughs> ごめん普通に話してたけど <laughs> そうこっちも同じようにこうやってしてグググってしてこう下げなんかやばいこ,の <laughs> これが出るぐらいになったらすごい痩せてるんだろうなこうやって下げましてなんかあの危ないメイクがつくとこだったなんかここら辺とかもあとでグーってしたりとか大体で下したりしてるかな。でも大体このラインを てあ、みんなありがとうございますごめんねみんながやってるのにマッサージの説明なんかしてごめんなさいありがとうございますうんこれ1500円個人 <laughs> そうへへありがとうだるまたくさんありがとうございます星1 0円かかっちゃったかありがとうでも赤の方はねこれは普通にもう普通に挟んでお肉を。 えっと、そうだななんかちゃんと数える時間がある時はえっと、こここの骨のラインに沿ってここをやるのをなんか何十回交互何十回何十回ってやってででこのこの部分ここの肉の部分をもう何十回って数えてやってみたいななんか説明難しいんやけどなんか。 この、ここを上げると、骨格自体がちょっと、まあ、上がるのかなって私的には思ってて、で、ここをやると、まあ、についてる肉が取れるかなと思って、なんか、やるとこによって違うと思うから、左右対称、左右対称に、どっちもやるようにしてる感じかな。うん。ですね。ありがとう、みんないっぱい。すごいで、こんなことばっかりしてて、すいません。どっちも効き目あります、私にとっては。これはすごいよ、うん。 これは、まあ、足をこれでやったら。え、ね、待って、めっちゃさついてる。すごい。ありがとう、みんな。ごめんね。私、こんなことしてってごめんなさい。私、何してたらいいんだろう。でも、これ、みんなのためになってるかな。ごめんね。あありがとう、みんな。今、手痛いですよね。ありがとう。勉強してないよいや。<laughs> したくないんで。 もう私もう,もう拒絶してます勉強という単語に拒絶反応が出てますもう教科書気持ち悪いけん <laughs> もう教科書気持ち悪いもう <laughs> そんぐらい <laughs> そんぐらい <laughs> すいません、はい、<laughs> 涙袋メイク教えてくださいごめんねじゃあこれがみんなのためになってると信じてみんなが頑張ってくれてる間にそのなんかマッサージしたりなんかしたりってご申し訳ない。 えま、んマッサージがおかしいんかマッサージがおかしいんよねわ、ね、からんわからんまあいいや涙袋はね今日はあのいつも涙袋に塗るものを変えてるんやけど今日はこの2つを使ってやってますでえっとまずえっとケイトのダブルラインフェイカー ケイトのダブルラインフェイカーっていう二重の線とか涙袋の影とかをかけるやつを使って涙袋の影をここにヒて引いて引いてで指でぼかしてますうんとね今手に描いてみたけどこんな感じ、まあ、薄い茶色ですごいめっちゃいい感じの色のやつなんですよで,でそれでやったらその上にこの最近買ったね エチュードハウスのティア、ティアドロップアイライナーティアドロップアイライナーの3号のピンクのやつ <laughs> めっちゃ <laughs> 読みにくいこれ。を塗ってます。も結構ね、これはラメが、ラメ感がすごいやつですね。ちょっと見えにくいけど。ピンクのラメ。あ、あ、こうやっちさ見やすいね。ピンクのすっごい、すんごいキラキラのラメですね。これは なんかアイシャドウにも使えるし、で、こうやってね、広げたらすごい。見て見て見て、見て、すごくない、これ、見て。これ、夜景みたいにキラキラ。夜景じゃないか <laughs>。夜景じゃないわ <laughs>。夜景じゃないね、ごめん。夜景じゃないけど。これ。キラキラするものが、夜景しか思い浮かばかった、夜景みたいにキラキラ。わかります、これ、すごくない。これやばいよね。これを今涙袋に塗ってます。そう。 めっちゃ可愛いでしょこれ安いのでみんなぜひ買ってみてください。おすすめです。ありがとうみんな、すごい頑張ってくれてるのにごめんね。こんなことばっかり <laughs>、こんなことばっかりしてごめんなさい。<laughs> 夜景ではないごめん。で、えっと、収録の時つけてたディップ、えっとね、さっきの、あさっきじゃない、えっと、前回の放送でつけてたのはね、えっと、ちょっと待ってね。 えーっとこのこのねエチュードハウスのんなんかねまあ最近出とるやつ何 <laughs> か何かさくらんぼのねやつなんやけどなんかこう結構最近出たやつなんですけど赤のねティントですこういう。 かわい,いよねなんかティントってムラになりやすいしなんか難しいんですよね塗るのがでもこれは私的に結構やり使いやすくってでこれの上から指原さんから頂い,いたこのグロスをつけさせていただいていましたなのでえっとなんか指原さんのディップをつけてたんですって言ったからなんかみんなこれこんなにあんなに濃い色なんだって思ってたみたいなんですけど全然、えっと、これだけだったらすごいかわいいなんか。 薄めの青みピンクなんですけどこのこれを下に重ねてたのであ塗ってたのでちょっと濃いめにね見えてたと思うんですけどそだねって感じですなんかまあ収録そのあのラストアイドルでのメイクは基本していただいてるんですけどリップだけたまに自分の使ってたりしてるかなうんって感じですねはいそう指原さんのリップをつけさせていただいてました でね今週の私はどんなメイクしてるか忘れましたなんかねあんまり可愛くないメイクしてた気がするあーだからね心配なんですよ私どうだったっけなんか今週の私可愛くない気がするんですよねなんかね目が腫れててなんか大変だった気がするあれ違うっけいつだっけもうわ,わけわかんないや <laughs> まあいいやちょっとまあなんか可愛くなかったら あ今日清原顔可愛くないそうあっごめんねありがとうみんないっぱいくれてるのにありがとうみんなもう嬉しいのに絶対伝わってないよなこの感じありがとういや可愛くないメイクというかなんか顔がいけてないのをどうにかしたいがためになんかあだこうだしすぎて失敗したような記憶があるんやけど今日 今週のやつやったっけわからんもう忘れたけちょっとまあお世辞言う準備しとってほしいかなえへへリオちゃん聞いて来週デリオペンになって100日あらほんとうそうれしいおめでとうお祝いするわ何時まで1010 10 10時までですこの配信えみんなありがとうちさんおじゃパメンさんたたた竹山さん <laughs> ごめんなさい。竹山さん、天狗おしさん、太郎シンフォニーさん、たくさんありがとうございます。そして、お坊様、ま、投げて、ず続けてくら投げて、投げ続けてくださってる皆さん、ありがとうございます、ほんとに。あ、ごめんなさい。あおー <laughs> すいません。ありがとう。みんな、ありがとうございます。 ラブコチのアイリちゃんがリーヨン星座占い良かったって言ってた <laughs> どういうこと可愛 <laughs> い,いどういうこと誘い座誘い座1位今日ちょっとちょっとあっで1位誘い座の映か言ったね <laughs> あそれのことかなえわからんえっアイリちゃんはそういうの見るんやかわいないそういうのうん三脚頑張る三脚頑張る <laughs> 指つりそうごめんねありがとうみーたんが一緒にユニットやりたいってえっほんとに今言ってたの私もお願いしますあ私からもお願いしますって言っとってください <laughs> それは最高やな愛媛コンビでみたいなすごい99万サだよキ9万サありがとうみんな これで私も落ち着いて眠れますちょっとね、明日すっごいバタバタしてて、ちょっとわからないけど、だから朝配信しないと配信時間が全然取れんと思うよね、えけん。ちょっとどうしようかなと思って、どうしたのし渋れたんか。そう、思ってるんやけど、で、えっ、ー、と、じゃあ明日はね、そう明日の配信時間みんな伝えとかないからね。 朝45分できたらいいですよねうん45分できたらいいよな45分できるように頑張るちょっと45分できるんやったらえっ、ー、と6時15分から7時にできたらいいんか <laughs> 6時15分から7時やろううんまあ明日ほんまにできる時間ないかもしれんけどね 明日の配信時間、今のところの予定では朝6時15分から7時で、夕方5時から6時で、夜はできたら10分とか15分だけできたらやりますみたいな感じ。夜はね、できないと思っててください。だから明日はその2枠は絶対的に来てもらえたら嬉しいです。 ちょっと待って、あ、ちょっと待って、あいだだだだだ、ちょっと待って、あ、羽根が、これこれ使おう、あこれこれあっち、これ使おう、あ、お母さん、あー、ティッシュ取ってほしかった。 ありがとうわ汚いな何かんか今からこれに書こうと思ったのあーもういっか汚いのも個性だね明日の じゃあ今からお絵かきします。<laughs> お絵かきちゃうけど。明日の明日のショールム。ショールームは朝。 朝予定ねこれ予定やけどとりあえず書きます6時15分から7時ジャストいいね夕方え待って今週末みんなに会えるやんなもう嬉しいなえっ、ー、と17時 私普通に嬉しいかもしれないしいかもしれないって嬉しいに決まってるわ今週末全部みんなに費やせるってことやけんねそれって最高やじゃーん可愛げな感じに書いときましたちょっと変な絵書いとこうかなみんなが絶対うんちょっ変な顔書くわうんなんかどんなんやろね だ、うん、から適当に何か変な人描いて追いかきしますね。 ちょっと待って、ごめん、喋るを忘れとった。あ、間違えた。ティッシュ。シュあ、持っとる。<laughs> ちょっと待ってね。えー このルームはから7時と夕方11時から18時今のとここのまあ2枠ぐらいしかねできないかもしれませんのでまあ一応この2枠だけだと思っててどっちもこの2枠だけは絶対ちゃんと来てくれたら嬉しいですよろしくお願いしますすごい10万さんになったありがとうございます,すごい えー、めっちゃ嬉しい。ありがとう。はい。みんなよろしくお願いします。<laughs> いや、なんか私、こういう顔を描くのがすごい好きで、そう。だから、そう、どうですかこ,こんなんに言われたら来たくなりませんか絶対来いよ、言うて。これ、スクショしといてみこれ、これ。 いやこの人誰でもないようん,なん何にしようかな名前 <laughs> 渋い名前にしたいな「権三郎」とかそういう名前っぽいよねありがとうございます本当にみんなのおかげですありがとうございますということでまあちょっと明日は夜配信できないので朝ね45分しようと思うのでこの。 枠でできたら3周ねしていただきたいのでああおゆいちゃんありがとうそうだねめっちゃ早起きしてないからねそしたらみんな私もね配信のためにもっと早起きするのでそうだからえ名前つけてうーん田中権三郎とかどうですかっぽ <laughs> いよねまあなんか毎日こんな変な絵描くわじゃあそしてその方がなんか記憶残るかなと思って。 ありがとうございます、皆さん。いや、ありがとう、みんな、本当に。なので、まあ、明日はね、お<っ>ごめんあんまりあれかもしれないんですけど、まあ、また、明日も。ね、朝、大丈夫やったかな私、すっぴん。いやし、しなんか、ちょっとね、もうちょい考えるわ。うん。へへへ。田中権三郎、適当やけど。 ごんちゃん言うてるやんもう早いって <laughs> 早いってありがとうみんな本当になんか私変なことしかしてなかったけどみんながずっとね私が変なことしてる間こうやってしてくれてたおかげで <coughs> やったのでちょっとなんかちゃんとなんかね形としてお礼をねしたいんだけどうーん ホワイトボードが汚すぎてもうちょっとい <laughs> うか何もそう明日も学校頑張ります明日も学校前にみんなから栄養栄養じゃないわ <laughs> 元気エネ,エネルギー、まあ、もらって してたそれだけるし例えばその日学校休みたいなって思ってても絶対行くからなんかみんなとってもそうだったらいいなと思って朝の配信がねそうなんですなんかホワイトボードあるからなんか書こうと思ったけどうーんなんだろうねありがとうみんなみんなありがとう本当に。 あの、感謝してるんやけどあそうだじゃあ「壇上のみんなの名前書く」あでも今書いたらちょっとな、多分ずれちゃうよねえー、っと何分おきに変わるっけこの壇上の順位あちょっと10万から落ちちゃったね差がでも9万5千差だよありがとうなんて本当にそうなれるように頑張るね私。 ありがとう。朝から配信ありがとう。いや、こちらこそもっとしたいのにね、ごめんね。できなくて全然。45分そう、ちょっとあの、あとでみんなの、このね、13位から1位の方のお名前をこれ書こうと思うので、えっ、ー、と、どん、どんぐらいでか、更新されるっけ。タ、ね、カさん、ミヤちゃん。 ち、えー、さん、になりんごさん、たろうしいほにさん、ギフトたくさんありがとうございます。翔平くんもありがとう。こ作さんもありがとう。おほいさまもたくさんありがとうございます、みんな。なんどんぐらいの時に。あエースさんもありがとうございます。50分になったらしようかな、50分ぐらいになったら。 50分ぐらいになったら壇上の方のお名前を書こうかなって思いますいやありがとうみんな絶えずずっとこうやってねしてくれて嬉しいもうなんかここまで来たらちょっと10万差で終われるように頑張っちゃおうかな <laughs> 頑張っちゃおうかなってみんなが頑張んなきゃいけないからねあれなんですけどさあなんか何していようかなんかなになんかねあれだね差が縮まってきたねほんとに ありがとうございます、みんな。ゆのじさん、まちさん、もだるまありがとう。だるま祭りだね、だるま祭り。<laughs> あ、みーのも頑張ろうぜーって、ありがとう。頑張ろうぜー。今日は安心して眠れるように、頑張ろう。<laughs> 頑張る。土日はみんなに会えるし、緊張してきたよ。緊張してきちゃった。もう頭の中パンパンです、いろいろ考えて。 あいい意味でいろいろ考えてね。そうそうあトルさんおかえり。トオルおかえりおかえり。おーとんかつ姫久しぶり。ありがとう。来てくれて。ありがとう。ルいちゃん頑張りようてありがとう。頑張る。頑張るよ。頑張ります。ひなほちゃん来てる。どこどこだどこだレイピょン50とほしやった。ありがとう。ありがとう。えー、っと。 しゅんとくんも来てくれてありがとう。私も緊張してるよ、この週土日。やばい。大丈夫かな緊張します。5位以内じゃなくて1位狙いですかもちろん。やっぱショールーム続けてきたプライドとしてね、下に降りるのは嫌ですね。<laughs> どっちかというと、やっぱり、どうせなら頑張りたいなって思うし、なんか、うーん、そうだね。 いやー、ショールームでもみんなに恩返しできたら、それは、なんか、みんなにやっぱ誇りに思ってほしいし、私もディオペのこと誇りに思いたいから、1位取りたいなって思います。はい。<laughs> あ、ウゆイちゃん、そうなんだよ。ひなほちゃんが載せてる動画わかりやすいよね。3週講座。そう、だから3週わからない方、ぜひぜひっていう感じですね。あ、なのかちゃんも来てくれてありがとう。10万差で終わらい。ありがとう。 でもありがたいなんですそうだね一応みんなに言っておこう私は1位目指して頑張っておりますので、えっと、みんなにも秋なんだろうねうんまあ5位以内なら大丈夫だからっていうよりはなんか私的には正直言うとなんか1位じゃなかったら他の順位って全部一緒なのでなんかできたら1位取れたらいいなって思いますね。 1>, 1位じゃなかったらなんか2位でも5位でも6位でもなんか同じな気がしてて前からまあイベントの時はそうだったんですけどだからどうしてもなんか1位絶対1位みたいな気持ちがあるのでまあできたらショールームでいい結果残せたらいいなって思いますあんまりバチ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 するのもあれなんだけどそう,そうマッチ,チさん誰も5ありがとう嘘ょ 指,指は指 <laughs> はえーもう本当にありがとうございますもう結果で絶対お返ししますねもう <coughs> 頑張るでもまあなんかみんなも私がまあ別に最下位でも何でもいいよって感じだったら応援しようと思わないだろうからそうあ10万差に戻りましたみんなのおかげでみんなの指の指が ありがとうございます。もう頑張ってくれてるよね。ありがとう、本当に。えー、すごい。表題曲ね、撮りたいね。あ今週、みんな見てください。ぜひ、よろしくお願いいたします。ね、今回、だね、あれだね、オンエア後に握手会っていうね、もうオンエアの話で持ちきりになりそうな感じだね。すごいよね。 いやありがとうみんな嬉しいよ嬉しいよ <laughs> いやみんなの指すごいね指が鍛えられますねこれ私も頑張んなきゃな,なんか私私は何してたら一番なんかあの憎たらしくないですかみんなが頑張ってる時に <laughs> みんなが連打してる時私が何してたら一番憎たらしくないですかね 面白いいい話してたらいいですかなんかねそんなみんながそんな頑張りやんのにヘラヘラしよったら申し訳ないけどでも私そうやねそういうのしよった方がいいかな顔ゴリゴリしてたんでいいの顔ゴリゴリ寝てていいほんとい <laughs> で起きたらおおめっちゃさ開いとる 感じ悪いやね喋っとって分かった。じゃあみんなが心地よく指連打できるように素敵な BGM をお届けしますね。はい。ありがとうございます。<laughs> ありがとう。メンバーとのエピソード最近会ってないからな。また今度日で会ったら面白いエピソードが新しくできるんじゃない <laughs> かなと思います。はい。え、寝顔、本当に可愛くないよ、私。 本当にかわいくない私寝てていいの本当ありがたいなもう最近ね寝不足で寝たくて寝たくてって思ってます最近というか私常に寝不足なんですけどね本当に <laughs> いや寝顔見せらんない本当にやばいもうごめんねこれだけは謝る本当に私寝顔不細工ですもういやもう本当に話にならない寝顔 <laughs> もう一度寝てほしい。おやすみなさい。いや違う、目、えっとね、口開いてます私。こんな感じ。<laughs> ガチガチね、やったらこんな感じ。口開いてる、寝るとき。開いてるときもうね、めっちゃ開いてる。もう何かを掴みに行ってるかのような開き具合で。そう、寝てますね。目はあかんかな、あんまり。 口が開きますとにかくうんいてる最近目も開いてるそうです <laughs> 絶対可愛くないやんそんな <laughs> いや可愛くないって本当にみんな私でやっぱりとやってる「から」の曲ないんって 私もないよねやっっぱりって話ないですよねやっぱりアゲインアドアゲイン歌いたいね歌いたいよねリオン花粉症なんかね私鼻炎もあるし花粉症もあるしで、ね、今風もあるから今なんかよく分かんもうわかんないです私、うん、分かんないリ <laughs> オン最高に可愛いいありがとうさとみんありがとうございます寝相はうーん 普通すんごい悪いわけではない。なんか、そんなベッドから落っこちるほどの悪さではないけど、だからといってなんかすごい、シャキーンって寝てるわけでもない。まあ、程よく寝相あるぐらいかなって感じ。うん。ですね。マーチさんのだるま、やばい。もうなんか、ずっと投げてくれてる。ありがとう、本当に。ありがたい。で、 お星様もさ、もう、なんか私わかるんだよ。お星。 じゃあ今の順位で早い今の順位でお名前書いてもいいですか13位から1位までの皆さんに保持制限かかっ,かかかっちゃったありがとうゅうちゃんここまで来てくれて <laughs> ありがとう <laughs> 11万3ん行きそうやーやばいねやばいねそうなったらやばいやばい 掃除嫌いそうでしょ私これで好きだったらやばいよね二 <laughs> 台持ち良かった二台持ちだと全然違うもんね見ながらできるからさ一台だと本当にね大変だと思う <laughs> この掃除嫌いって言って意外じゃなくて嫌いそうだねってなる感じやばい <laughs> 13 位結構いろんな順位の人がね消えてますね13位誰もう書いてる最中に変わったら最悪だで,できるかなそう22時までしかできないんですよごめんねで明日の配信時間多分この配信終わってからもうツイートできないので明日の朝これお知らせしますね これスクショして載せてくれてたら、まあ、みんな、もしできてたら、嬉しいです。十三位は、どなたですか。十三位。タ。三位は。オッケー。ターボーさんね。 えー、あ上から書いた方がいいかみんなの名前書ききれるようにしなきゃカツポン2位は竹山3.5推しさんでね 3位はどなたですか？3位が消えてる。3位。ごめんね。みんなありがとう。3位はどうなったかな？ 私のまで先取ってわしはわしやは優くん5位があつしさんあつしさんねあつしさん3で6位がちぃぽぽさん ジロ郎さんジロ郎さん9位翔平くん翔平くん10位ーさんーさんーさん タローシンフォニーさん。ローシンでターボさんのね。 坊ーーさんなんだよねありがとうーでね書けましたよーできたー 11万ありがとうごございいますすごいありがとうみんなあ1あ一位から13位あごめんね今ちょっと変更しちゃいましたがここ <laughs> 順位変更されちゃったごめんねさっきの順位で次から5分後にするね、えー、次から55分になったらするようにしますね <noise> ありがとうございましたというか今もあり,ありがとうはいできたらあの最終枠はあ全枠でこうやってやりたいんですけど最終枠は絶対こうやってかけたらいいなって思いますはいフフフありがとうみんなありがとうございます字綺れ <laughs> めっちゃ適当に書いてもっと綺麗に書けばよかったイエーイ なんで、えっ、ー、と、最終枠で、あと、こういうのができる枠、他でもこういうのできる枠では、みんなのお名前をね、書こうと思います。なので、はい。字 <laughs>、かわいいか本当にそんなにみんな褒める準備してくれとったなら、もっと可愛く書けばよかったな。でも、これ、ちょっとね、このホワイトボード、ほんまに汚い、ちょっと。なんか、画面がいい具合に荒いからばれんけどさ。 結構汚いんですよ、これもう長年使って長年って何年も使ってないけどかなり長いこと使ってるのでホ <coughs> のピンとこのタワーがすごいやめてー怖いから怖くなるからやめてーうん怖い配信終わりたくないよもうこれこれだけがね辛いですね あのショールームイベント中は常に気が抜けないしなんかねあの今日学校終わってさ何になっとるかなって順位確認するときにすごいあーこれがもうしんどいよなーって思いました <laughs> えそんなすごいのやめてやめて <laughs> やめて大丈夫だようん頑張るよ じゃあえっ、ー、とあれえあのはい <laughs> 明日あ明日ねそう明日は朝6時15分から45分間する予定なので一応三周できるように配分はまあしているので、えー、とそこでもし三周できる方は6時15分に合わせて準備していただけたら ありがたいなと思います。よろしくお願いします。なんだ。五十。え。ありがとうみんな。じゃあ。 まあ明日はね、多分ね、今日みたいに配信をたくさんできないんですよ、どうしても。だから、まあ、えっ、ー、と、朝と夕方枠しかないと思うので、もしかしたらだけど、そう、なので、えっ、ー、と、その2枠絶対来れるようにしていただけたらありがたいなと思います。はい。なんで明日10、朝6時15分からと、夕方5時からよろしくお願いします、皆さん。 タワー1個よりクマ10の方がいいんだよねそうだねとなんか10個連続で投げることでなんかポイントが加算されるのでタワー1本よりはクマ10個の方がポイントが高いっていうよねそうそうそうっていうのがあるんだよねそういうそうそうそうだからお星様も10個連続で投げた方がポイントが高いみたいな感じなのがありますそう何でもかんでも10個連続の方がいいみたいなねああと1分だ ごめんねちょっと多分今日はもうツイートできないんですけど皆さん明日6時15分からなのでまあよかったらさっきのスクショをツイートして明日この時間するそうですみたいな感じであのツイートしてくれてた <laughs> 今日まあとりあえず終わるきて本当によかったです私もう本当ショールームが全てなぐらいだから こういう結果ですごい嬉しいので、このままキープできるようにみんなと頑張っていこうと思います。リオペン、もう最高です。言うことないよ。私、何も言うことないです。これ以上ないぐらい。みんなありがとう。お疲れ様。もう疲れたと思うからゆっくり休んでください。本当に。ありがとう。ぶつ切れ配信だね。これ <laughs> 4800人の皆さん来てくれてありがとうございました。みんなも手と、